きみくん来ておりますよということで、まあ、今日は、うん、あのすごくいい焼肉屋さんに来たんですけど、そうなんです。僕たち大阪、東京で、うん、ライブがね、ライブツアーをやらせていただくんですけれども、うん、そちらの決起集会を本日はやっていこうかと思います、うん、モノパレのね、ライブだったりとか、うん、今後ね、の話だったりとか、グッズ売れますよとかね、グッズとかね、うん、あとは、まあ、昔こんなことあったよねみたいな話とか、はい、まあ思い出話だったりとか、いろんなことをこう話しながら、まあ飯食ってこうじゃねえかっていうシンプルな動画になってますので、はいはいはい、ぜひね、皆さんは昔のモノパレだったりとか、今後のモノパレだったりとかのことをね、ちょっとこう考えながらも、どんな話をするんだろうと、はいはい、で、まあ今でもね、いろんな気持ちの人いるやろうか、そうね、うん、まあなんかその気持ちの整理がもしかしたらこの動画でできるかもしれないので、ぜひ最後までね、そうです、一緒にあのジュースでも飲みながら、お酒でも飲みながら一緒に飯食ってもいいかも。そうだね、あ、俺らは焼肉食うけど、俺ら史上初じゃない、あの飯食える動画、確かに、基本的にあの前回のあのおちんちん警察かねとても飯食いながら見えるもんじゃない、まあ、間違いない、珍しく珍しく、うん、飯食いながら見れる動画なんで、うん、ぜひとも一緒にご飯食べながら見ていただけたら嬉しいなと思います。お肉頼むところから、はい、じゃあ見てください。あ、そうか、頼んで、じゃあしっかり、はい、しっかり頼んでいきましょう、頼んでいきましょう、よいしょ、しっかりまずお肉を頼みましょう。はい、何が食べたい。いや、まあそれタンですけど、まあタンだよね、うん、あとハラミね、うん、待って、今さチラッと肉寿司見えたよ。ええ絶対欲しい、やば、絶対欲しい、絶対欲しい、4巻、わお、でもここ食ったら詰まってるよ、タン、ハラミ、座布団、トモ三角、えいっぱいある、あ、これ盛り合わせ、それ、これ盛り合わせ、ごめん、完璧やん、あ、あり、それ、これこの子盛り合わせよ、うん、でも1人で5000円使って、1人ご飯寝やすい、2枚6枚で5000円だぜ、これいくね、ちょっとこれあれか、違う見せてここゆきしげとこ、ここやる、寝るか寝るか寝るか、ちょっとまあでも今日は機会っちゅうことで、じゃあ2万ですか、マジで、おざす、おざす、おざす、なんで、おざす、機会っちゅうことで、もういっぱい食べよう、いっぱい食べて派手に食おう、派手に食って、あ、その分を取り返すぞという気持ち、そう本年で渋ってるモノプレイでいった、そう、ね、いっぱい食べよう、あと注文パート長すぎな、間違いないもうサクッと決めよう、料理が来るまでちょっといろいろ喋りたいなということで、はい、まあ、ちょっとみんなそれぞれちょっとずつ飲んじゃったけど、はい、ちょっと乾杯しましょう、はい、いや、これ最後まで我慢してた、偉いということで、モノパレットライブツアーボルテージ、はい、決起集会ということで、はい、大阪、東京2部ありますけれども、はい、頑張りましょう、はい、うん、いいライブでしょう、かわいい、はい、よいしょー、かわいい、まあ、飲めないです、ボルテージをやるわけですけど、久々じゃないモノパレでライブやるのが、まあ、4月ぶりか、およそ半年ぶり、およそ半年ぶり、うん、まあ、半年って感じあんませんけどな、うん、長くも感じたし短くも感じるし、でもやっぱりリリースイベントあったからじゃない、あーそれはそれだ、なんかそのやっぱリスナーさんと会えてるみたいな、うん、あっという間だって CD 制作あったりとか、うん、あ、そうか、そう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 、てかこの期間でバカほど連絡増えてるか、確かに、うん、めちゃくちゃ増えてるめちゃくちゃ増えめちゃめちゃ増えた、マジで最後にライブやったのはあれか、アニバーサリー前にしたらスカルサイン、あー、スカルサインがラストですね、うん、そうだね、スカルサインからってめちゃくちゃ増えてる、だタイニースターでしょ、抵抗禁止令でしょ、ゴールドでしょ、フィクサチーフでしょ、コネコプレルでしょ、あ、ビギニングね、あー、通常版に入ってるね、もう6増えてる、すごいことよ、え、月1ペースお前とかそもそもアルバムにオリジナル入れるのめっちゃ渋ってたから、うん、まあほとんど歌ってみたの、まあ、渋ってたというか怖かったよ、オリジナルのさ裏の話してるけど安かないじゃん、この焼肉より全然高い、何倍何倍もって何倍もするよっていうのをやってた中でいろいろオリジナルをこうね使わせてもらったりとかするのってやっぱね、うん、みんなが応援してくれないと、うわ、もちろんもちろん、うん、大感謝、アルバムとかも出せたもんね、確かにその買ってくる人がいなかったら出せんからね、うん、でそんなフェイクニュースっていうあれも出したんですけど、うん、フェイクニュースを引っ提げてボルテージというツアーを回るんですが、うん、まあ、ライブのセットリストを公開することはちょっとできない、うん、まあ、楽しみにしてる人、ね、まあ、楽しみにしてる人もいるから、うん、過去モノパレの楽曲でこれ好きだわっていう曲、いろんな補正あるものもあるけど、まあ、いろんな言ったら思い出補正もあったりとか、ああ、こういう音源良かったわとか、そう、ああ、これトラップじゃない、これなんかこう全部あ、違う、これなんかこう、神経とかじゃないか、
インロングタイムトラベラーって言わないとあの殺されるゲームとかじゃないから。いや俺は決まってる、いろいろな補正込みやけど。でもまあ俺も決まったから、うん、あ、オッケー。アクター、いや、俺アクターは俺の曲だね。モノマネの曲、みんなの曲。俺の曲俺の曲をお前らが歌わせてもらってるって。モノマネの、ね、曲なんか結構ね、いい曲じゃん。俺の曲あれカバー、ロックなんだ。一人であんま歌ってないよな。この前のままで初めて歌ってました。歌う機会がな、そうそうそう、きつかった一人で歌うのもマジきつかった。先にモノプレの方披露したね。そうそうそう、じゃあいきますよ、はい、せーの、ロートロートラベラー。お、今かぶった人いたの。俺ノート、ノートロングタイムトラベラー。おー、ノートロングタイムや、うん、いやでも俺もその2曲やったそうよね、うん、で正直ね、やっぱ地上波デビューというか、まあね、まあね、グループ初のシングルカットですから。そうだね、そこでいろんな分岐点があって、いろんなね、珍しいお誘いもあったし、まあそうね、うん、いろんな思い出が全部その曲に詰まってる感じで、うん、俺の声帯ポリープの手術の時の休止発表の時が言ったらロングタイムトラベラーリリースになったし、うん、で3部の、活動休止の時もロングタイムトラベラーだったし、うん、俺はソロでワンマンで歌わせてもらったこともあったから、来た来た来た、ユッケ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 、やべえ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 、緊迫のやべえやべえやべえ、わーい、ドスケベヘッチバイ。よく今のなんかちょっと感動的な話からお前ユッケでテンション上がるから、逆もう消えた全部な、うん、あで、ロングタイムトラベラーは、うん、言ったら本当にいろんなね分岐点がありながら、うん、ドスケベヘッチバイ、ヘッチバイ喋ってんのよ。あ、そうだった今のサイギターアカンパーで考えたそれも使われる、全部使われる。気づいたのが、はい、ロングタイムトラベルって始まりの曲じゃん、はい、で歌詞見てたらさ、うん、今までのこととかもこう振り返りつつも、これから歩んでいこうよっていう曲に聞こえるんだけど、うん、でもいざじゃあリムちゃんが、うん、卒業しますってなってから、うん、おー急に触れたから、お前準備しよう、触れるよって一回予告しとかない、リスナーさんも急に今お前らさ正面やからさ冗談ってわかるけど俺ガチなんかもね、そのリムちゃんが卒業しますってなってから改めてロングタイムを聞くと、うん、まずちょっと聞こえ方が違うんだ。はい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 、そう、重い曲だなと思って。これ重い曲じゃあ、ファッションとかじゃなくて、その、あの実に面白いファニーじゃない、ファニーじゃない、聞こえ方が全く違くて、ボルテージで聞く人たちがどう受け取るのかなっていう、俺はこういう受け取り方をするけど、リスナーはどういう受け取り方をして聞くんだろうってのがちょっと楽しみ。お前ロングテームトラベラーって答えた人ぐらい喋るよ、うん、俺は全部好きだノートって言ってた、俺は全部好きだ。なんかここでなんか俺か三部かなんかそれを言うやったらめちゃくちゃわかんないけど、そうノート任せる場じゃん、またあー、まあ、本逆、うん、大丈夫、全部お前喋って、あ、どうする、言うなら言うやろノートつないからロングテームトラベラーってたここなのですノート、ノートいかがでしょう、ノートかユッケ、お前が言うなユッケ全部もう全部飛んでちゃう。なんか俺ずっと考えてたよ、あのずっと喋ってるじゃんみんなが溜まってくばっかだね。そうだよな、ちょっと一回食べますか、うん、ノートの前に一回食べますね、失礼します。ノート言い終わってからやろ、ノート言い終わってから食べます。さすがですよ、だれたらって待って、できない、もう犬みたいな、いいよね、いやあっさあっさ、好きだよ、ノードがね、シンプルに、シンプルになるね、だって、まあ、初作詞やからね、そうそう、この方全員で気持ちいいの、あの歌ってるキーがいい感じに、あ、はいはいはい、歌詞もね、うん、歌詞もノートは、言ったらそれぞれのソロパートを自分たちで書き出したっていう、ワンチャン知らない人いそうだよね、あのノートの作詞、ああ確かに、うん、あれ、楽しかったんだよ、だよノート、ノート、サビ、サビはね、アギンが、そうそうそう、サビとし、なんだっけ、あの落ちか、うん、のところは押しかかしてもらったんだけど、うん、モノパレのことをこう考えながら、うん、お客さんとのその距離感みたいなこともこう、うん、考えながら、うん、俺一番お気に入りのところが落ちんところなんだけど、こんな僕を見つけてくれたら、その光で僕らを照らしてくれるのも
君だったんだ、かけがえのない君に向けて歌うよとか。そしてテラポが歌詞を持ってる。めっちゃ好きで自分で書いたんだけど、ライブの時の何やっけ、君にてる君にどんだけいいんだよ。それぞれの歌詞にもやっぱりちゃんと思いがあるし、みんなで歌うところにはそれぞれがちゃんとこう思いを乗せて歌ってる感じがあって、結局ノートも上げに出てました。あ、ちょっと食べていいですか。食べますね。ちょっとあの一回あのブラーかけます。ブワーってね。ブワーってなります。ブラってあのモザイクみたいな。こういうやつ。ブワー。ブラかけられながらの食レポ。食レポいる？あ、ごめん。おいしい。お。その流れ受けたことあったっけ？いやーエロい。エロニクさん。ほら。あーエロニクさん。こんなプルプル。これ塩になすりつけろって。いきます。塩こすり。エロエロ。塩とベロチューしてるこいつ。やっば、食っていい？食うよ食うよ。あどうどう。あお迷惑を考えた。ちゃんと言うのな。ちゃんとね、深いところまで掘っていくか。うん、リムちゃん、やめるやん。これから4人でのモノパレットとしての思い出って多分もう掘れてるから最後じゃん。うん、これ思い出にめっちゃ残ってんなっていう4人の思い出なんか。まあでもあれかもな、俺1ヶ月間あの無人島でサバイバル生活したのかな。いやそれメイちゃんみたいな。メイちゃんやってたね。1ヶ月もやってない。あでもそれこそ俺ほんまにロードトラベラーをブックしたりとか、うん、そのためにレッスン入ったりとか、うん、それが実際に放映される瞬間だったりとか、全てが新しくて新鮮で、はいはいはい、ほんまに自分の歌がテレビから流れてるっていう瞬間、あーあれはやばかったね、うん、みんなで見てたもんね、通話つなぎながらとかやってた、うん、やったっけ。やった全然思い出に残ってないよ。朝今だからさ、言えるさ、うん、裏話、うん、何やけどさ、うん、実はさ、うん、ロングタイムトラベラーさ、うん、振りがつく予定だったもん。振りがね、実はね、超初期にアンダーカレントと同時期に、うん、実はロングタイムトラベルのちょっとした振りがつく予定だったんですよね。いや結構ガッツリじゃないか。結構ガッツリだった。アンダーカレントの方がむしろ振りが少なかった。ライブに近いタイミングで、まあそうだね、振り入れから始まって、うん、であれちょっとこれ2つとも覚えるの無理なんじゃね。まあ今考えてみれば、アンダーカレントの振りって、うん、マジで優しく作ってくれてたんだ。いやそうだけどダンスとかやったことない俺らからしたら、アンダーカレントクソむずくて、当時ねロングタイムと2曲がちょっと難しいです、うん、っていう話をしてアンダーカレントだけになったんだけど、うん、振り付けは僕らになっちゃうからね、うん、まあでもロングタイムはロングタイムで今のスタイルで全然、うん、見せれるように、うんなってるなっていうのは。オンラインライブでさ、ロングタイムドラベラーステージから降りて撮ったやつだった。あーやったね。向き合ってね。そうあれめっちゃやばかった。あれやばかったよ。あれよかったね。リム泣いてリム泣いてリだったもんね。泣いてリやった。泣いてリムだった。結構スタッフさんがさ、うん、モノパレのスタッフよくやってくれる方、うん、でも結構親身になってさ、あれしたらこれしたらとか言ってくれるから。まあそうだね。なんか降りてみたらどうみたいなこと言われたっけ。そう客席でも、なんやったらいっそのこと逆に無観客でしかできひんから、うん、やってみよう。やっちゃおうよ。結構俺らも悩んでたからさ、終了とかもね、楽屋からとかなんかちょっと茶番やったりとかして、茶番やった、うん、結構あとあれだ、終了で言ったらビデオウォーヒーよ。ネットの時のあれ、今だから言うけどな、秘書かったよ。やばいあれ今だから言います。あれただ、あの大喜利が自分じゃなくてよかった。そう、ほんとそう。いや、そうあれ自分に来てたら発狂してた。めっちゃ腹立つ。ドッキリもかけられてるからね。確かに TikTok の確かにキングドッキリもかけられてる。いや俺相当嫌われてんのかなと思った。だからそれ言うとなんかそれでなんかあれがきっかけになったよ。流して流してよな。まずいな。仲いいです。一番遅くたいんだよ。
俺でもあれだった、ロングタイムの下で向かい合って合わせるのが俺結構一番あれかな。うん、めちゃくちゃ覚えてる。その、あれだよという意味ではあれすごいよな、うん、結局やっぱロングタイムトラベラーなのかもしれないな。勝手にエモくなっちゃう、あれあれずるいわ、涙なしでは歌えないまああとは俺、ダッポロックかな。はいはいはい、俺らが1年経ってようやく出した歌だよね。そう、確かに思い出だね、雪見んちでパンツ一丁で歌ったもんパンツ一丁だよ。あの美容室にさ、扉があるんだけど、その薄いさ、細いとこさ、窓みたい昔言ったら俺ね、インターネットでの活動を全くしてなかったよ。別に遊んでただけやったし、そう、うん、活動といえばもうライブ活動しかしてなかったし、はいはいはい、インターネットでの活動本当にほぼゼロで、良くも悪くもインターネットでの活動ってなんか遊びの延長やったよな、正直、うんうん、だって1年経ってようやくだって歌ってみたと申し訳ない。うん、ようやく1年で応援してくれてる人のことを考え始めた。そうだね、普段好きなことだけしかやってない。 あれだぜ、ファーストライブのセットリストゆっくだったんだからそれ今さ、みんなのこと考えてさ、まあまあ、みんなのそう、あれ喜んでくれるかな、これ喜んでくれるかなとか考えながらさ、ライブで作るじゃん。お俺らが好きなことしかしてなかった、うん、ファーストライブ自分の好きなこと。いやー、あれだボカロじゃないから俺とアギンだけボカロだった。そう、ここ二人ボカロじゃなかったの。雪見が白歌って、三部は ABC 歌って、ABC、で、俺と三部は二人で、あの ABC のピストル歌ってっか。やばいな、そうか、ね、俺だけだから、ちなまともだったライブ当時分かってたから、うん、ファーストライブの俺のソロの事件があって、バレリーコが出たね。そう、まだ限界じゃないでしょ、事件変な煽りもう限界だって言った後、いや、でもそんなこと言ってもお前らまだ限界じゃないよな、限界じゃないよなって言った後に、その後の歌詞がもう限界だのことを忘れててやばい、やばい、どう落とそう、でも俺はもう限界だどっち限界じゃないよ、嘘だ嘘だ、無理だかみたいなこと言ってってかさ、そう考えるとあの始まりって脱獄やったよね。脱獄だった。だから珍しい始まり方だったよね、ソロからスタートするって。確かに、それってスタートしたので最初で最後モノポレって。ソロでスタートは最初で最後、うん、スノーマッチとか、うん、あ、そのモノポレの前のね、前、うん、とかでもソロで始まってたっけ。なんかシークレットアンサーでスタートしたの。いや、うん、リムがトップバッターだった。任されがち、俺トップバッターってめっちゃ多かったよな。あれクソ緊張するよ、トップバッターって。あのトップバッターを任せたのはもう俺がセットリーを毎回決めさせてもらったりとかするんだけど、うん、リムちゃんのステージが好きだったから、こいつだったらトップ任せられるみたいな、うん、バリ緊張してたよなと。緊張するよ、えぐかったよ。歌い始めるまでがやばいんじゃない。曲始まったらもう始まられるから。それこそモノパレットを組みますっていう風に発表したのが、はい、ファーストライブだったよ。うん、モノパレファーストの時に最後の MC で俺がハローマイストーリーを歌う前、俺それあんまりね知らんのよ。ライブ名がモノパレットですみたいな俺は思ってたよ。ああ、まあね、ああ俺もそう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 、ライブの名前がモノパレットで、ライブをする前に実はみんなで喋ってたよ。4人でちゃんと話をしてた、はいはいはい、まあそのライブの名前がモノパレットっていう名前で、うんうん、あのやろうっていうのは一番最初はそう、一番最初はモノパレットっていうライブタイトルで4人でライブやろうぜっていう話をしてたんだけど、うんうん、4人でグループでやっていかんっていう話を告知してから、うん、実はしたいの、言い出しっぺさんまで。え、あ、そうなの、うん、モノパレットの名前もモノの部分も俺がやる。あ、なんか俺グループ名とか勝手になんか決められたイメージがあった。パレットは2人で買った。そうだから、ここは知らなかったモノの部分は俺、パレットの部分は2人で考えた。結果全部俺が考えたアゲインだけのはない。だから歌い手グループの先駆者や先駆者や。モノパレのブレイン、なんで組もうと思ったんですか。いや、もうシンプルに楽しそうやったから。うん、結局そこやな、全部そうなんやな。うん、だいぶそれにしてもね、ずっとここら辺でしか出てなかったもん。そうそうそう、だからね、今だから言える話なんだけど、うん、モノパレットとして4人でこれから活動していきます、うん、ライブの名前がモノパレットだと思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、実はこれあのグループの名前で、これからモノパレット4人組で、あのこれから活動していきますよっていう話をしたの。そうだったっけ。そう、俺最後まで緊張したからあんま覚えてないと思う。俺鮮明に覚えてるんですけど、これその時に会場がザワッとした。キャーじゃない、うん、ザワッとして、ライブが終わった後のリプライとかで実はめちゃくちゃ反対されてたの。実はグループ活動にそもそもなんかあんまり、まだ当時なんてね、そうそう、あんまりいなかったから、グループで活動しますっていう人があんまりいなかったから、確かにグループ活動するなんてみたいな、うん、
派の人たちが結構いて、うん、グループ活動してなかった人間だから、グループ活動したら変わっちゃうんじゃないかとか、はい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 、なんかそういう不安とかもありつつの、なんかちょっと反対が多くて、グループ活動するのが不安だっていう声が多い中で、でもやっぱグループでおもろいことするぞ、うん、反対してたやつらが応援したくなるくらいいいグループにするぞ、でもそう意気込んで今がある。はいはいはい。いやでもなんか俺一番覚えてるのはやっぱあれやな、ファーストの時の歓声かな、お客さん。だって当時俺らからするとめちゃくちゃでかいレニーっていう、そうだね、レニーってここ300キャパとかでちょっとライブをやってたのから700とか800とかのキャパでやらせてもらうようになったから、いきなり挑戦だったの、うん、声ってさ別になんかこうこう来るもんじゃないよ、うん、でもなんかこの体に響く感じっていうか、うんうん、めっちゃあったね、人の声で震えた、ね、俺珍しく覚えてるの、ちゃんとリスナーさんが超喜んでくれてるような雰囲気が全部漂ってきて、もう最初から最後まで、あれ正直いいライブかっていうのは今思うと結構まあ自己満だし、で俺らもお客さんになんかファンサービスできたかって言われたらそういうわけでもないしっていう、今思うとひどいライブやったけど、それでもすっげー楽しんでくれたのを覚えてるわ、うん、これ誰か食べてるの、ま、今さえ食べたでしょ、私は美味しくいただきましたよ、俺食べて食べた、俺食べた、俺食べた、えちょっと待って、こんだけに人狼がいる、絶対に人狼がいる、ここだと食ったか食ってないかなってもう自分で分からへん、忘れてるなんてはずない、うん、俺食ったんだって食ってないのに、ちょっと待って、ちょっと食った覚えがあるっていうのが変な話、うん、まあまあ確かに、なんで食ってないのに食った気になってんのっていう話や、じゃあ人狼がいる、ガチ食ったガチ食った、え本当に命かけていい、本当に5だった5だった、そこを覚えてないかもしれない、5です、絶対5だった、5だなっていう認識ありましたね、食ってる、え俺マジで、え食ってる食ってる、俺はほんまにアリバイ持ってんの、俺ゆっくり飲み、えちょっと味どうでした、味脂っこい、しょっぱかった、バターの味がしました、言ってた、あ言ってた、ああそれは確かに全く理解できねえなって思ってた、全く理解できない、で俺は上にわさびつけて食って、うん、わさびもともと入ってる、ああそう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 、言ったから俺はわさびつけずに食ったその後、そう見たか、うん、見た見たでしょ、食った瞬間、うん、見たか、見た、ちょっと待って、ガチで食った、しょっぱくないですもん、だってしょっぱかったって、食べてみてください、じゃあ試しに、えマジで食ったよ、同じ味するか、食った食った味、えだって俺こうやって包んで食ったん、うん、しょっぱい、食った食った、数分前に食った、食った、うまって言ってたな、うん、うまちゃんにはこうやって出して、うん、あ、 ありがとうございますって言って、バターの味がする、そう、バター全く理解ができなくて、マジでバターの味がする、バターを知らないか味覚が終わってるかと思って2択バター食ったことねえか、うん、でも食ってた、怖いよこれ、もうさ6巻あった説なんだ、いやそっちじゃん、いや絶対5だった、5でしたね、聞いてみるじゃん店員さんに、いや絶対5だった、それって6なわけないじゃんそこまでさこれ本編の動画に含まれるの、この含まれます、これ含まれる、いやそうこんな怖いことないよ、じゃあ6なわけないんだって、5人しかいないんだよ、じゃあ聞いてみようよ、迷惑やんそれは、お会計もらえますわ、じゃあその時に聞いてもらう、これ店員来てサービスでしたけどそこでも終了よそうやな、うん、そこで動画急にガーンって終わる、まあ、もしくはなんか、あ、そこにもいらっしゃるからって言われたら光る大変じゃんなあ、そういうことよな、だからまあ、最後の一言お分かりいただけたらな、すいません、すいません、ちょっといいですか、あのここ の, あの最後にくれたあの肉寿司あるじゃないですか、はい、あれって何巻で提供されてましたっけ、コースなので一人一貫です、ありがとうございます、ありがとうございます、そうなんですよ、最後に一貫だけ残ってて、で全員食ったんですよまあでも誰か食べられたまあであればまあラッキーということで、ラッキーということで、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、じゃあひラッキーあげるだけ2貫食えたえガチ、いやでもいや5でした、5でしたよ、あいや食ってんだって俺、マジで、いやなんマジで食ってん、いや俺こっちがどっちかやと思う、だっていやそうやな、そうやな、そうやな、俺だって食べ物に関してはマジうるさいから、食ってないんだったら食ってないって言うもん、へえ、なんかお腹いっぱいなってるからきちいわーって言ってたのは覚えてて、そう食えねえよって言ってたのを覚えてる、でその後食ってる俺でもね、そう食ってた気がする、なんか2人同時に行ってた、俺が食って、抜ける時に食ってた気がする、なんで食べわさびの会話があって、あわさび入ってんだと思って つけようとしたけどつけずに食ってる俺で、バター食べてる順番こうやねん、俺はもう 100% 覚えてんのはやっぱこう、まあ、雪見だけ、確定雪見だけ、うん、俺が 100% 覚えてんのは
でもむちゃんも食ってんの俺見て、うん、俺渡した目の前撮ってるの見た、うん、ちゃんと味も言ってますね、うん、え3部の見た見てないふもちゃんだけなんか横にあったバター取ってるバター食ってるバター食ってるI'm gonna make you mine.